こちらの道の駅はですよ、実は体を鍛えることができる道の駅なんですね。未使用やのリベンジ動画や偶然にも、偶然にもね。あれ、あれ、あ、なるほどね。はい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 。どうも、背景道の駅からのお時間でございます。ワンちゃんということで、本日なんですけどもね、はい、栃木県に来ております。ありがとうございます。こちらの道の駅ね、はい、以前の動画で軽く紹介したんですけど、この動画は概要欄貼ってますんで、はい、よかったら見てください。ということで、本日紹介する道の駅、こちら栃木県下野市道の駅下野さんでございます。よーい。というわけでね、こちらの道の駅はですよ、実は体を鍛えることができる道の駅なんですね。そうね。そしてなんとみんなも知ってるあれが生産量日本一の道の駅なんです。あれね、あれ分かって知らないでしょ。あれしかないでしょ。これはまあ後日発表ということでね。はい、では行きましょうか。はい、それでは背景道の駅からスタート。やでー。じゃあこの道の駅下野の説明をしていきたいと思います。お願いします。この道の駅ものすごく広くて、駐車場がまず306台停まれます。めちゃくちゃ広いね。めちゃめちゃ広いです。でお手洗いも2箇所に設置されてまして、こんな感じでご用意されております。で手前側からですね、全国に道の駅構内には2つしかないスターバックスがございます。グランディアス。正解。2例目になりますね。そして奥の方にですね、農産物直売コーナーやパン工房、ケーキ屋をはじめ、さまざまなお店がデパ地下のような風に並んでる店内、地域振興交流施設っていうのがあります。で僕らがいるすぐ近くにですね、露店や物見棟という展望台がございます、ね。まあ、ここですね。じゃあこれエンディングでいきましょうか、ね。はい、まあ大体これが道の駅下野さんの内容でございます。はい、では実際館内に入っていきましょう。はい、館内入るとまるでデパ地下のような雰囲気です。野菜売り場はまるでグランテラス筑西さんのように配置されております。もともとグランテラス筑西さんもデパートの支配人だった方が配置してたので、ここもデパ地下っぽい雰囲気なんでしょうね。まず生産量県内1位のきゅうり、そしてごぼう、そして生産量が県内で2位のカブなんかが並んでますね。栃木の県南らしく佐野ラーメンや芋フライ用のソースもたくさんございます。他にもいちごやレモン牛乳といった名産品もたくさんあって、栃木らしい道の駅となってますね。また地酒もたくさんあり、ここ下野でしか買えない五千石という日本酒もご用意されてます。最初にデパ地下のような雰囲気と言いましたが、ケーキ屋さんやベーカリーなどが店内にずらりと構えております。はい、じゃあね、スーさんからいろいろ説明があるということで、はい、お願いします。ここの道の駅で特徴的な商品はこちら、かんぴょうでございます。おお、かんぴょう巻きのやつね。そうです、はいはいはい、生産量が日本一なあれの正体はかんぴょうでございます。あれ、よねじゃない、ね、絶対違うやつだと思った多分だけど、いちごとかとかあとはね、かんぴょうの実っていうのがあるんですよね。夕顔の実っていうのがあって、それを、まあ、皮を剥いて乾燥させるとかんぴょう、こういう風になるわけです。で、ここの道の駅すごいのが、かんぴょうを使ったオリジナル商品っていっぱいあって、今日はちょっとないんですけど、かんぴょうカレーとか甘辛く煮たかんぴょうが入ってるかんぴょうパウンドケーキですね、がございます。まあまあうわ、大阪の人がやるやつマジでやります、やりますじゃないですか。そこは疑ってそこは疑ってあとまあご用意あるのだと、こういうちょっと中身見えないですけど、かんぴょううどんっていうね、まあ、かんぴょううどん、まあでもこれうどんっぽいもんね、そも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 がじゃあもうちょっとかんぴょうパウダーとかね、はい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 、牛がを使ったシロップ漬けとかあります。そんな感じでございます。はい、まあ栃木といえばいちごなんでね、結構広いからね、この道の駅。いちごのお菓子のコーナーもね、はいはい、たくさん撮ってますよ。僕ね、最近やっぱポップコーンハマってまして、もう絶対うまいやんこれ。まあ、まあ、うん、俺は、うん、分からんけど、その良さをね。あ、他にもほら、クランチチョコのいちごなんて絶対うまいやん。こっちの方が美味しそうなんだけど。何これ、かんぴょういらん、かんぴょういらん、かんぴょう
カピオ入れんなよ。その発想がね、ちょっと面白いね。ほら、カンピョとイチゴのコラボっていやもう発想がね。いや、手結びましたね。餃子も入れればいいな。まあ、いっぱいございますと。はい、栃木の郷土料理である下津カレーについてちょっと説明したいと思います。あ、俺これ知ってるよ。なんで？あれやろ？うん？そうそう。ほら、怒られます。おお。鮭の頭とか大豆、大根おろしや人参を酒粕などで混ぜ合わせた料理で、まあ、一説によりますと名前の由来がこの下津から。はい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 。取られてるっていう説があります。ね、僕食べたことないです。あ、じゃあカメラマンのミロ君だって栃木出身やから、うん、どうなんこれは。給食で毎月出ますね。美味しいの？給食のは美味しい。給食じゃないのは美味しくない。食べたことない。あ、そういうこと。無断じゃん今で。あり無断じゃん。給食とか言う必要なかったなかったですよ。どこで食べれるのこれ。家で食べるもん。これは探さないとなかなかお店にないかもしれない。どこで探せばいいの。でもなんか親曰く惣菜とかで売ってるよって言ってました。あ、はいはいはい、惣菜ならね。あ、もう君は喋らなくていい。栃木いらんやん。はい、ということでね、直売所以上でございます。結構広い直売所だったんでね、うん、紹介しきれなかったですけども、まあ栃木の基本的なものが割と置いてるの、ね、プラスなんかまあこの特産品を紹介しましたけどね、うん、まあ、それ以外も気になる商品があったと思います、はい、なのでね、恒例のこのコーナーをやって商品の価値を紹介していきたいと思います。すっごい時間だね。もちろんです。ではみんなが選んだ商品同時に出しましょう、はい、せーの、こちらでございます。いや、カカオ違うんですドラライン。チェーンって、チェーンってなんですよ。なんでそこの楽器、何の楽器ですよ、チェーン。なんでさっきの切り上げてここはダラダラやんだろう。じゃあ僕からいきます、はい、はい、僕はですねレモン果汁入りのチーズケーキ、はい、一応下付け限定っていうのもあります。僕チーズケーキ好きなんで、はい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 、まあレモンの果汁が入ってるってこと、レモンも有名なの、はい、いや聞いたことないです。レモン有名なの。レモン牛乳とかいろいろある。レモン牛乳あるのは知ってるけど、レモンは有名なんだ。レモン牛乳が有名なんで。もういいよ無駄なラリーが始まった。じゃあ鈴木くん、僕はですねこだわりの手打ち田舎うどん力さんのですね手打ちうどんですね。かんぴょううどんじゃないの。かんぴょううどんじゃないです。下津のなんか新聞に取り上げられたっていうらしくて、こういうところなんですよ。ハーミーたるゆえんはね、ミーハね。でもなんかまあ普通に美味しそうなんでね、はい、田舎まだお前番じゃないですよ。じゃあ次、じゃあいいよ、次あなた。はい、はい、かんぴょうの炊き込みご飯の素ですね。かんぴょう買っとるやん。えらいね、かんぴょう買っとるやん。もうね、かんぴょうの炊き込みご飯が食べたくて食べたくて。いや、嘘やん、絶対この子やろ。いや、違う。絶対この子やん。いや、決してウリッタルリちゃんが可愛いからってわけではない。知ってんねん、うん、知らんけど。決してマロニエルのウリッタルリちゃんの胸が大きいからってわけではない。あー、そういうこと言わないで、あんまり。はい、マロニエルって何。いよいよ分かってるでしょ、絶対。じゃあ、負けた人はお支払いでございます。了解です。鈴木くん、はい、お願いします。いきますよ、最初はグー、じゃんけん、ほい。おーい。勝利。おーい、グーで勝ったのに貯金にする。あ、そういうこと言わなくて。プロちゃん、いらないよ、そういうの。じゃあ。OK、勝とう。いきます。はい。最初はグー、じゃんけん、ほい。そうだろ。ありがとう。痺れたぜ。まあいいよ。はい、ということでね、ここの道の駅はね、はい、なんかいろいろ露店が出てるということでね、はい、まず、はい、こちら館内の中にあったワッフル屋さんのカリオンさんですね。はい、これは僕の一押しのワッフル屋さんで、下津に行ったら必ず買うっていうやつで。それとですね、はい、以前、はい、言っておりました、はい、動画で愛の塩焼きの小餅バージョンですね。はい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 、これ520円。もしじゃなかったら390円です。はい、スーザンは僕は天然氷のかき氷。二郎系みてぇな感じです。待って、どうしたどうしたどうした、何塩屋のリベンジ動画。偶然にも、うん、偶然にもね。しかも日光って書いてあるからね。じゃあ食べましょうか。いただきます、はい。うまい。もうまそうや。味質がすごいね。チーズンだから今、ああ言って。あ、はい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 。塩加減もちょうどいいし、はいはい、めちゃくちゃ柔らかい身が。ちょっと助けて。食べさせて。あ、いいよいいよ。いただきます。天然氷。これしかもね、川魚と思えないぐらい。あ、分かった分かった。臭みがない。あ、車で聞くわ。うん、車で聞くわ。1000円です。天然氷を使ってるんで1000円です。安い。まあまあするよ。
柔らかい、ごめん。あ、うん、まあしょうがないよね。柔らかいよね、確かに。うるせえ。めっちゃすぎ柔らかい。はいはい、うん、氷がめちゃめちゃね、ゆるふわ。あー、ゆるふわパーマ。うん。全然違うよ。うん、それでいいよ。突っ込む余裕ねえの、この二郎系は。食べるよ、おすすめ。ストロベリーチョコにしました。うん、いただきます。あ、うまっ、うまっ。うん、美味しい。あ、うまい。うまいやろ、これ。なんかしかも乗ってるんですよ。いちごチップかな。うん。これうまいっすね。よかった、本当に。うん、美味しいです。まあ、こんな感じでね、他にも唐揚げ屋さんとか、もつ煮屋さんとかね、いろいろございますので、うん、自分のその日の気分に合わせて食べれると思います。うん、今日食べた味では。はーい。ということでね、これのスタンプを押していきたいんですけども、はい、スタンプブックを忘れてしまったので、スタンプは体に刻みます。キャー！じゃないよ。おい、その言い方すなよ。普通に紙もらったんで、はい、これに押していきたいと思います。はい、今回は、難しいですか？何でしょうね、何でしょう、難しいですか？漢方と何があった特徴でかい、あ、分かった、何ですか？駅舎です。出た、そのパターンね。バカでかいし、はい、もう関東なんで、うん、駅舎と予想します。はい、なんかゆるキャラおったもんね。急に出しやがってよ。では本日のゆるキャラ、あ、本日のスタンプはこちらでございやす。あ、これなんの枝豆くんかな。ちげえ、カンピくんだよ。カンピくん、カンピくんって言うんですよ。あ、かんぴょう巻きの、あ、かんぴょうのね。そうです、夕顔のね、形したね。あ、これは夕顔の実ってやつね。そう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 、はい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 、まあ、ギリギリね、うん、あのゆるキャラかなって言ったんで、うん、ギリギリなんで正解です。その前に見ちゃったって聞こえたからね。はい、ということでね、はい、本日、道の駅下野さんに来ましたけどもね、やっていました。俺は大丈夫だ。はい、これは最初言ってた、はい、物見とというところですね。はい、展望台にもなってまして、周辺の関東平野とか、天気が良ければね、日光連山なんかも見れるって書いてあったんですけど、天気いいはずなんですけどね、なんか見えないね。ちょっと奥の方、曇とかね、なんかちょっと、なんだろうね、霧じゃないですけど、ちょっと見えないので、うん、もっと条件が良ければ見えると思います。はい、まあね、この道の駅めちゃくちゃ広いですね。本当ですよ。っていうのも何となく分かります。はい、だってすごい車通り多いもん。そうです、ここはね、新国道4号っていうめちゃめちゃ車通りの多いところ、はいはい、沿いにあって、はいはい、あとリピーターに愛されてる道の駅なので、そんな秘訣がね、なんとなく分かったんじゃないですか。そうね、ちょっとね、動画では全部紹介しきれなかったんでね、うん、もし気になった人がいましたら、はい、ぜひ、この道の駅下野さんにね、来て、皆さんの目、はい、確かめてください。下妻のやつ買ってきます。やめろ。ということで、はい、以上、背景道の駅からでした。それでは、またな。またそこに到着したの。なんでやねん。うちの、はい、温水プールに入りたいと思います。あら、ありがとうございます。あれ、あ、なるほどね。はい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 、25m 自由形競争したいと思います。これお蔵入りでいいですか。ダメです。